レミー・ボン・ヤスキーは、スリナム共和国パラマリボ出身のオランダ人、キックボクサー。バックボーンはムエタイチーム・ボン・ヤスキー所属。元、ABN アムロ銀行勤務の銀行員という異色の、経歴を持つ。恵まれた体格を持ち、巧みな防御技術と、高い身体能力を生かした、フライングにフライングハイなどの蹴り技が武器。 K1 ワールド GP で3度の優勝を果たしている。スリナム教は国パレマリボに生まれ、5歳の時にオランダのティルブルフに移住した。2001年6月24日、日本で初の試合。K1 参戦後2戦目でレーセフォーに4子小勝ちし、脚光を浴びる。2002年7月14日、K1 ワールド GP2002 福岡でミルコクロコップに、 パンチの連打でダウンを奪われ、西子負け。2003年8月15日、K1 ワールド GP2003 ラスベガス最終予選、決勝で、マイケル・マクドナルドに判定勝ちし優勝。2003年10月11日、K1 ワールド GP2003 開幕戦の GP1 回戦で、ボブ・サップと対戦。ダウンを奪うが、ボンヤスキーがスリップして倒れた際に、 サップの反則攻撃を受け試合続行不可能。サップが反則負けとなり、準々決勝に駒を進めた。2003年12月6日、K1 ワールド GP2003 決勝戦の GP 準々決勝で、ピーター・グラハムを飛び膝蹴りで 1RKO 勝ち。準決勝で、シリル・アビディを膝蹴りで 1RKO 勝ち。 そして決勝でムサシを判定で破り、ワールド GP 初優勝を果たした。2004年5月30日、一撃キックルールで、フランシスコ・フィリと対戦し、ダウンを奪われて、判定負け。フィリはこの試合の勝利を最後に現役を引退した。2004年9月25日、K1 ワールド GP2004 開幕戦では、 前年度王者ということで1回戦をシードされたため、スーパーファイトで明けボノと対戦し、ハイキックで 3RKO 勝ち。2004年12月4日、アーネスト・ホースト、フランソワ・ザ・ホワイト・バッファロー、ボタ、ムサシを破りに連覇を果たす。だが、ホースト戦の判定がおかしいという意見もあり、この判定については一部の格闘技雑誌でも、疑惑の判定として取り上げられた。 ボタとそのトレーナーのスティーブ・カラコダは、ホーストとレミーの試合を、控室で見ていて、レミーが判定で勝った時には驚いていた。そして、次のボタ戦でも、不可解な判定で、レミーが勝利している。特にジャッジのうちの一人である、小沢岡正人の採点が、27.5から25.5でレミーを、支持という、明らかにボタへの採点が低すぎるものであった。さらに、 このトーナメントで決勝戦の相手となった武蔵もレミーと同様に疑惑の判定勝利によって決勝に進出してきたためファンや専門家から多くの批判と抗議を浴びた優勝後レミーは昨年の GEP ではホーストが欠場していたため優勝できたのではないかと言われたが今回はホーストを倒して優勝したことで真の王者だと証明できて嬉しい とコメントした。2005年3月19日、K1 ワールド GP2005 インソールで、レイマーサーにハイキックで、試合開始22秒で小勝ち。2005年4月30日、K1 ラスベガス大会で、マイティモート対戦。試合は全体を通してレミーが支配していたが、3R に右フックでダウンを奪われたシーンがあったため微妙な判定で敗れた。 2005年5月21日、K1 ファイティングネットワーク K1 スカンジナビア2005にて、リカルドノードストランドと対戦。3R 判定勝ちを収めた。2005年9月23日、K1 ワールド GP2005 イン、大阪開幕戦にて、スーパーファイトで、アレクセン・イグナショフと対戦。3R 終了時に判定で、ドローとなったため、延長戦を行い3から0の、 判定勝ちを収めた。2005年11月19日、K1 ワールド GP2005 イン、東京決勝戦にて、前年に続いて、ワールド GP 王者ということで1回戦をシードされて、迎えた、GP 準々決勝で、チェホンマンと対戦し、3R 判定勝ち。続く、準決勝でセミー・シュルトと対戦し、1RKO 負けを喫した。 2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトにてザ・プレデターと対戦、プレデターの圧力に苦戦し、劣勢となるも、判定2から1で勝利。この試合については、K1 ファンのみならず、関係者の間でも、明らかにプレデターが勝っていたという意見が多く、会場では、不可解な判定に対して、会場の観客からブーイングが起こった。 この試合の判定について、格闘技通信や、カメプロなどでも露骨なレミー・ヒーキの判定だったと指摘されている。K1 競技統括やレフェリーを務めている、角田信明はブログにて、立場上強くは言えないが、あの判定、ブーイングが出てもいた仕方ないとこの試合の判定についてコメントした。さらに、大会直後の記者会見にて、K1 プロデューサーの谷川サダも、 プレデターの勝ちでも良かったと思いますとコメントしている。数ヶ月後にチェホンマン戦の直後に行われたインタビューにて当事者であるプレデターはあの試合は俺が勝っていたんじゃないか何度試合を見直しても俺の方が手数で上回っているし優勢だ。まあ仲間は俺の勝ちだと言ってくれているのでそれで良いがと判定への不満こそ述べなかったが。 自分が勝っていたとの見解を示している。2006年5月13日、K1 ワールド GP2006 インアムスターデムで、ジェロムレ・バンナと対戦、2から0の判定勝ちを収めた。しかしその後、バンナ側の抗議により、6月30日付で、レミの0から3の判定負けに記録が変更された。2006年7月30日、 K1 リベンジ 2006K1 ワールド GP2006 イン札幌で僅差で敗れたマイティモーと再戦を行いローキックなどでダメージを与えモーを完封して判定勝ちリベンジを果たした2006年9月30日 K1 ワールド GP2006 開幕戦の GP1 回戦でピーター・アーツと対戦予定だったがアーツが病気で欠場したため試合の2日前に 大役で出場が決まったゲーリーグ・グッドリッジと対戦し、個で下し決勝大会への切符を手に入れた。2006年12月2日、K1 ワールド GP2006 決勝戦の GP 準々決勝でステファン・ブリッツ・レコと対戦。二度の金敵を受けるアクシデントに苦しみながらも、3R にカウンターでダウンを奪い判定勝ち。試合後、金敵のダメージで、 同日の準決勝を棄権した。2007年4月28日、K1 ワールド GP2007 インハワイで、グラウベフェイトーザと初対戦し、2から0の判定勝ち。2007年8月、ミルコクロコップのチームクロコップのトレーニングに、スパーリングパートナーとして参加。2007年9月29日、K1 ワールド GP2007 イン。 ソウルファイナル16の GP1 回戦にて、ステファン・グリッツ・レコと再戦。右飛び膝蹴りで小勝ち。ただし、レコはダウンを喫した後、10カウント以内に立ち上がったにもかかわらず、レフェリーに試合を止められている。2007年12月8日、K1 ワールド GP2007 ファイナルの GP 準々決勝で、バダ・ハリと対戦。3R 判定勝ち。準決勝では、 ピーター・アーツに 3R 判定負け。2008年4月26日、K1 ワールド GP2008 インアムスターデムにて、メルヴィン・マヌーフにハイキックデイに RKO 勝ち。2008年9月27日、K1 ワールド GP2008 イン、ソウルファイナル16の GP1 回戦で、ポール・スロウィンスキーと対戦し、3R にスロウィンスキーのラッシュで完全に動きが止まり、 ラッシュをクリンチで逃れるなど明らかにダメージを受けた素振りを見せ劣勢となるも判定がち。この不可解な判定について試合後、スロウィンスキーは不服を唱えていた。レミーもこのことに関して彼が不服を唱えたのにもそれなりの理由があるのだろう。とコメントしている。しかし、数日後に行われたインタビューでレミーはこの発言を撤回している。 2008年12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルの GP 準々決勝で、ジェロムレ・バンナと対戦。3R にミドルキックでダウンを奪い、そのまま、バンナの骨折の疑いにより、ドクターストップによる TKO 勝利。同日、準決勝では、偶観先に 2RKO 勝利を収めた。同日、決勝では、バダハリと対戦。 1R に針からダウンを奪ったが、2R に足を掴まれて倒されると針の反則攻撃を受けた。反則攻撃を続ける針をレフェリーが引き剥がし、ダメージ回復のため試合が中断されたが、レミーはダブルビジョンを訴え試合続行不可能。この反則行為により、バダ・ハリが失格負けとなり、レミーが4年ぶり3度目の GP 王者となった。試合後、 対戦相手のハリは反則攻撃後のボンヤスキーの一連の行動に対して演技の可能性を指摘して挑発した。それに対してレミーはその翌日のインタビューにおいて人を越してもまだダブルビジョンと頭痛が収まっていないことを述べている。2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 イ横浜でアリスター・オーフレームと対戦。1R 2R とプレッシャーをかけ続けるアリスターにペースを握られるも、3R にフラッシュダウン気味のダウンを奪い判定勝ち。しかし、3R 以外のダウン以外は終始アリスターが圧倒しており、この試合の解説者全員が 1R と 2R は、アリスターが優勢であると発言するほどであったにも、かかわらず、1R と 2R に、アリスターにポイントが入らないという不可解な判定があったため、 この試合の判定について批判が起こった。K1 プロデューサーの谷川貞治はこの試合について、ほとんどアリスターの勝ちですね。ニ r ールもアリスターのポイントで良いと思いますし、ダウン以外はすべてアリスターが勝っていましたとコメントしている。試合後の会見で2日前に、膝の裏側の筋を痛め歩行も困難な状態になり、試合当日は、 鎮痛剤を打って試合をしたことを告白した。2009年9月26日、K1 ワールド GP2009 イン、ソウルファイナル16の GP1 回戦で、メルビン・マヌーフと対戦し、判定勝ち。2009年12月5日、K1 ワールド GP2009 ファイナルの、GP 準々決勝で、エロールジマーマンに判定勝ち。同日、 準決勝ではセミー・シュルトと対戦し、ジマーマン戦で受けた足のダメージが響き、1R 開始直後に、左フックでダウンを奪うも、徐々に、シュルトに盛り返されて2度のダウンを喫し、1RKO、負け。連覇はならなかった。2010年9月6日、オランダ・アルメレニキックボクシングジム、ボンヤスキーアカデミーを開設。2010年8月、網膜剥離の手術を受け、 成功した。以後は、ボニアスキーアカデミーで、ダニョイルンガラ更新の指導をしつつ、欧州のキックボクシング団体である、イッツショータイムのリポーターなどを務めながら、あと一試合で現役を引退することを表明。引退試合を K1 か、イッツショータイムのどちらかで行うべく交渉を行っていたが、結局、引退試合を行わないまま一度目の現役引退となった。 2012年に入り、イッツショータイムを買収したグローリーと契約。同年10月6日に、ブリュッセルで、開催のグローリーに似て2年10ヶ月ぶりの現役復帰戦で、アンダーソン・ブラドック・シルバと対戦し、延長戦の末に4から1の判定勝ち。2012年12月31日、ドリーム 18& グローリー4のグローリー。 グランドスラムヘビー級世界トーナメント2012にて、1回戦で、フィリップ・ベルリンデンに2分 3R 判定143から142で判定勝ち。同日、準々決勝で、ジャマール・ベンサディックに2分 2R 判定90から100で判定負けを喫した。2013年3月23日、グローリーゴロンドンにて、タイロン・スポーンに 2R 右ストレートで小負け。 2013年12月21日、有明コロシアムで行われた、グローリー13東京にて、日本で最後となる試合を行いアンダー・ソン・ブラドック、シルバと再戦。蹴りを使い試合を有効に進めていたが、物議を醸す判定により、判定負け。レミーは、判定に苦笑いをしながらもファンに日本語で、感謝の気持ちを伝えた。2014年3月8日、 アレナ、ザグレブで行われた、グローリー14ゾグレブにて、ミルコクロコップと再戦。お互いに見せ場を作れず、制裁を書いた内容となったが、2から0で判定勝ち。2017年10月29日、アルメレで行われた、WFL、マインホーフ VS、ボンヤスキーにて、メルビン・マヌーフと4度目の対戦し、3R 判定負け。 過去に、マヌーフには参照しているが、四度目の対戦で初めて、敗れた。この時点でレミーは41歳となり、以降は試合を行っていない。2007年の7月の終わり頃、アムステルダムの支柱で、通り魔事件に巻き込まれたボンヤスキーは、その犯人らの大捕撃にて、大立ち回りを演じることとなる。二名のイギリス人らが、 アムステルダムの街中で車中から通行人に対して、無差別に、傍願の矢を放ったという事件で、その被害者の一人となったボンヤスキーは、即座に、犯人らの車を追跡し、そのまま犯人らを取り押さえた上で、警官らが到着するまで待機。犯人らはそのまま逮捕された。著名な格闘家の誉れ高き快挙として、アムステルダム死刑はこれを検証し、ボンヤスキーは、 死刑から栄誉のメダルを授与された。笑顔を見せる、ボンヤスキー2009年には、アルメレシの名誉市民賞を受賞。格闘技における功績を認められてのことであった。このアルメレシは、その翌2010年に、自身のキックボクシング、ムエタイジム、ボンヤスキーアカデミーを開業することになる町でもあり、さらには、防犯対策の講師として、大学で講義を行い、 新たに発足したその専門プロジェクトの主任を務めるなど何かとゆかりの深い街でもある。2010年にはオランダ発の下着ファッションブランドサフのモデルに抜擢され、このブランドの男性部門のニューフェイスに就任。このブランドの女性部門のモデルを務める元、水泳選手のインヘデブルーインと共にたびたびメディアに登場している。2011年の初めには、 オランダの有名テレビ番組、ステレン・ダンセン・オプ・ヘッド・アイスに登場。イギリスの、ダンシング・オン・アイスのオランダ版にあたる、このテレビ番組は、著名人同士がカップルを組んで、スケートを行うという趣旨のもので、ボンヤスキーは、これの、第4回放送に登場し、共にサフのモデルを務めるデブル・インの見守る中で、表情の舞を披露した。ありがとうございます。